赤い港の水木しげる記念館じゃないですか。それではお気をつけて。はい、何ですか？それならネットで調べた方が早いよ。さあ、思い浮かばんな。何か用ですか？さあ、知らんで。なんだやお前。誰が妖怪だでてや。俺のことを妖怪だでて言ったかや。私、観光客ですよ。そんなの知るわけないじゃないですか。はい。なんだ君は。それなら島根っ子に聞け。お前の言うことは理屈ばかりだ。もういい、私は帰る。ここで何をやっておられるんですか。それなら松江歴史館で企画展をやってますよ。ちょっと詳しい場所まではでもここから相当遠くないはずですよ。
なんかお困りですかね。妖怪博士の小泣ジジと申します。この企画展の案内役を務めちょります。私は日本中の妖怪を網羅しちょります。もちのろんです。案内役ですけんね、もちろん教えしましょう。フラリビとは火と鳥が一緒に現れる妖怪です。火が鳥を照らしちょるように見えるので、鳥が主で火が家来のように思われがちですが、実はその逆なのです。この妖怪は見る者を驚かすだけで害はないと言われちゃいます。この後も企画展をお楽しみください。気をつけてごいてよ。名物のおばちゃんが松江城と抹茶の魅力を語りながら堀をぐるっと回ますけんね。ほんなら出発します。お兄さん、くたびれた顔しちゃうね。元気を出して。人生は遊覧船よ。急がんこにのんびり回った方が楽しめでね。年寄り扱いせんでごす。私は永遠の17歳よ。話すことはありませんよ。あなた松江市民じゃないですよね。住民票はどこにありますか？私は誰とも話をしたくないんです。あなたのせいで忘れたいことばかり思い出すんですよね。相談があるなら他の人に聞いてください。
店は夜からなんですよ。ああ、前にここで会いましたね。近くまで来たけ、店のチェックです。野津くんは真面目にやってくれとるようだ。彼は若いのに苦労しちょけんね。彼の家は野津一建設という松江では有名な建設会社だったんだよ。昔は贅沢三昧の暮らしだったようです。ところが高3の夏に生活が一変した。野津一建設が違法建築の手抜き工事をしとるのが発覚したんです。彼の父親は逮捕され、会社は倒産です。一夜にして極貧生活です。そうですが、世間はそういう目で見らんかった。ついおかしな話をしてしまった。何でしょう。奥ですよ。もうあなたとは話はしないわよ。いやよ。これ以上つきまとったら警察にストーカーがいると通報するわよ。もう来ないで。分かったわね。そうじゃないんです。今話をしていたのは野津一建設の野津さんのことですか。知っているというほどじゃありませんけど、大きな事件でした。有名なドラ息子です。最近は見てないけど、母親とつつましく暮らしているようですよ。低かったですよ。それに水が苦手のようです。いや、泳げないということです。子供の頃ボートから落ちて溺れかけたそうです。それから船に乗れないという話です。野津一建設の息子は松江に戻っているんでしょうか。友人が野津一建設に家を頼んでひどい目に遭ったんです。友人ですけど。